半馬洋先生の、アイナリーションツールです。このね、リンク先はこの下からね、ケージから、ダウンロードしてください。これは新しいバージョンで、ね、ちょっと違いますけれども、説明いたします。15分足の、このハイドローのインジケーターです。で、まあ、1時間足はね、左側にありまして、1万100円の利益取ってます。今日と昨日ですね、の利益で利益取ってます。下のね、リンク先に書いてある1時間足用のバイナリーオプションですね。この説明いたしますけれども、現在の勝率100勝1敗っていうのが見つかってますけども、投手数が1個だけで少ないですね。で、今のところ、投手数が10個以上ということで 68% が出てます。これも投手数が 10% 以上ですね。これはね、この設定で投手数10個ですね、以上ということですね。でこれはライン数ですね、表示の。設定して分析しています。で、64%、65%、71%、80% がいいですね、今ね。わかりやすいように。ここが 80% 出てます。ここは今ので一番いい成績の、見つかったね、戦略方法が 80% の勝率で 10個シグナルが出てますということですね。でこのようにね、非常に簡単にね、分析ができます。でこれしばらく経ちますと全員白になってシグナルを送ります。この見つかった 80% の勝率でシグナルが10個ありますよということですね。でこのライン数の時間ですね。これは3日ぐらい前からですかね。で1分足でやってます。でこれは15分のバイナリーオプションですね。これは新しいインジケーターでまだ販売はしてませんけども、下のリンク先はほぼ同じようなものですね。今これ調整中で、実験中です。で、このシグナルでね、シグナルが出たら、例えばなんか GBP AU って出た時ですね。速度が遅くてちょっとパソコンが動かないですね。出てこないんでちょっと小さくにしておきましょう。で10個以上の取引がある勝率のいいのを探してます、全部でね。でたまに 100% あるんだけど1個しかないんですね、シグナルが。まあ投資数10個以上だから入らないわけですね。 70% って出てきましたね。このようにね、これがね、最初分析が始まって後で白文字になるとシグナルを送るんですけど、こうですね、このようにね、そうですね、
場所はね、ここのところにシグナルを打ちます。3つありますね、自分でね、この間で打ちます。でいつもね、通過区あ、これもシグナル出てきたんですね。まあこのようにね、あの 下の方で無料で ESDJPI をこれですね、これをあの無料で提供してますので、これだけ動きます、この通過国でね、ぜひ、ね、無料で確かめてください。5分足と15分足と1時間足、3本あの用意いたしました、インジケーターね。でこの 100% も1個だけだとね、こういうの1だけにしてね、一番勝率のいいのを見ると 100% って出ますね。で 100% 出てもそれで投資してもいいんですけども、再現性がちょっと難しいんですね。あの何本も出た、何本も出てませんので、偶然に出たシグナルだということで次出ないことが多いです。勝率がそんなにいいわけじゃなくなっちゃう場合がありますのでね、取引数が多いのでやると再現性が出てきます。そういうのにちょっと注意してください。ファイナルオプションの、インジケーターですね。このインジケーターなんですけどね、まあ簡単にね、まあ過去から現在までは正確にこのシグナルと戦略は勝率は出ます。で今後は少し大幅に変わりますけどね、ここら辺をうまく投資数が多くて勝率がねいいのが一番いいわけでね、そう再現性があります。投資数が多いのね、まあ投資数が1個で 100% が出るからこの 100% でねやっちゃうかというようなこともあるんですけども、そんな甘くはありませんね。だけども難しくないわけですね、このインジケーターがあればね、自分で調整してね、あの稼げるのを見ればいいわけですから、難しくないわけですね。まあそんなことですね、ちょっと今回紹介いたしました。半間陽先生でした。